はい、こんにちは、116ウィンズです。今年も地区優勝を目指すシーズンとなるヤンキース、オフには DJ ラメイヒューを残留させ、さらにはコーリー・クルーバーやジェームソン・タイオン獲得に動き、チームの強化を図りましたが、一方でこのチームに常につきまとう懸念として怪我が上がりますよね。主力選手の多くが何かと怪我でシーズン中に離脱してしまうことがあり、なかなかフルメンバー揃わないところがヤンキースのある種弱みとも言ってもいい部分だと個人的に考えていますけれども、そんな懸念が早速現実のものとなってしまいました。先日ブルペンの中心的存在であるザック・ブリットンが左肘の骨棘を取り除くための手術を受けたことが発表されまして、具体的な復帰時期はまだ明らかにはなっていませんが、手術の内容からして復帰までにはまあ最低でも3ヶ月以上は要すると見込まれていますので、ブリットンの前半戦中の復帰はかなり厳しい状況となってしまいました。優勝を目指すヤンキースにとっては開幕前から早速痛い離脱となってしまいましたね。ブリットンといえば皆さんもご存知かと思いますが、守護神アロリディス・チャップマンにつなぐセットアッパーとしての役割に期待されていまして、特に今季はトミー・ケインリー、それからアダム・オッタビーノといった選手たちがチームを離れましたので、ブルペンにおけるブリットンの重要度はより高まるはずのシーズンでした。2018年の途中にオリオールズから移籍して以降、2019年は66試合で防御率 1.91、 29ホールド、昨年はチャップマン不在時にクローザーも務めまして、20試合で防御率 1.89、 8セーブ、そして3ホールドの活躍でした。投球の8割以上を占める一級品のシンカーが彼の投球の生命線となっていまして、このボールを駆使して2014年以降は毎年 70% 以上のゴロ率を記録するなど、非常に計算のできる選手ですから、後半戦におそらく復帰するであろうとはいえ、彼がしばらくいないというのはヤンキースのブルペンにとっていかに大きな損失であることがお分かりいただけたかと思います。当面はブリットンが担うはずだった役割をこのオフ獲得してきたジャスティン・ウィルソンですとか、それからダレン・オデイやチャド・グリーンなどが担当することになると思いますが、この一つ空いたブルペン枠をいかにして埋めるかが現在のスプリントレーニングにおけるヤンキースの課題ともなっています。裏を返せば他の選手にとっては絶好のチャンス、開幕ロースター入りに向けた大きなチャンスなわけですけれども、ここまでのスプリングトレーニングでそのチャンスを生かし首脳陣に好印象を残している選手がいます。それがこちらのルーカス・リットキーですね。リットキーは来週34歳の誕生日を迎える左腕で、マイナー契約なのでキャンプには招待選手として参加しているのですが、ここまで6試合6回3分の1を投げて4安打無失点、そして驚くべきことに13個もの三振を奪っていまして、アピールに成功しています。スプリングトレーニングの試合などであまり意味を持ちませんが、3月17日のブルージェイズ戦では1点リードの8回2アウトから見事にゼロに抑えましてセーブを上げるという場面もあるなど、開幕ロースター入りに向けてアピールが必要な選手たちの中では現在彼が一歩リードしている状況なのかなと思いました。ブリットンが抜けたことで生じた左の頭数の不足という点においても、左腕のリットキーにプラスに働く要素は多そうですよね。それにしてもこのリットキー33歳、来週34歳になりますけれども、年齢面ではベテラン選手に部類されると思いますが、あまりよく知られた存在の選手ではないと思います。一体彼は何者なのでしょうか。もしかしたらこのリットキーの名前はマリナーズファンの方ならピンときたかもしれません。リットキーは2008年ドラフト21巡目指名でブルワーズより指名され、その後2011年までに最高で AA まで到達した後、2011年オフのルール5ドラフトでマリナーズより指名を受けまして移籍。翌2012年に MLB デビューを果たしますと、主に左のワンポイント要員としてデビューからいきなり25試合連続で自責点ゼロに抑えるという華々しいスタートを飾りまして、ルール5ドラフト指名選手ながら序盤のチームのブルペンを支える活躍を見せました。チームが継投でのノーヒットノーランを達成した6月8日のドジャース戦には彼が4番手として登板し、歴史の1ページに名前を刻んだりもしましたよね。ただリットキー自身ものすごいボールを投げるような選手ではないので、残念ながらシーズンが進むにつれ次第に攻略されるようになりまして、この年の前半戦は33登板で防御率 1.61 と立派な成績を残しましたが、後半戦は一転して30登板で防御率 6.87 と打ち込まれる場面も増えてしまって、シーズントータルでの防御率も 3.98 となってしまいました。その後のリットキーは年を追うごとに登板数が減少し、2013年35登板、2014年12登板と減っていった後、2015年4月25日のツインズ戦で2回3分の1を無失点に抑えて以降、 MLB での登板がない状態が今日まで続いています。
この間マイナーでは彼はプレーしていまして、2018年シーズンのトミージョン手術で全休した以外ではエンゼルス、レッズ、ダイヤモンドバックス、アスレチックスと契約しましたが、残念ながら MLB 昇格というところまでは至らず、2015年当時はまだ28歳だった左腕も現在33歳、今シーズンが34歳のシーズンとなり、そして今のスプリングトレーニングでの活躍につながってくるんですけれども、今回6年ぶりの MLB 昇格のチャンスが到来しています。ここ数年間リットキーの名前を聞く機会が個人的にほとんどなかったので、この春まさかここまでの活躍を見せているとはちょっと驚きでしたね。リットキーが早々に MLB で攻略されてしまった要因がいくつかあると思うのですが、まず一つに何か突出したボールを投げていたわけではなく、速球の平均球速も91マイル程度と良くも悪くもどこにでもいると言いますか、まあ、平均的な左腕であることがまず一つありますね。スライダー、カーブ、チェンジアップといった球種も投げますが、これも突出していいというわけでもなく、平均球速がどんどん上がっている MLB においてなかなか平均91マイルでは勝負が難しいというところはあるんでしょうね。そして2つ目は致命的に右打者を抑えることができなかったという点ですね。もともと左のワンポイント要因でしたので、対右打者の成績が悪くなってしまうのはある種仕方ない側面はあるんですけれども、それでも通算 OPS8 割6分6厘はちょっと打たれすぎだよなという印象が拭えません。ましてや3打者制限のルールが適用されるようになって、チームとしても左右バランスよく抑えることができる選手に今はロースター枠を優先したいという考えがあるでしょうから、なかなかリットキーのようなワンポイント要因にとっては今は厳しい環境かと思います。そして最後はフォアボールが結構多い点ですね。通算の予視球率が 4.8、 マイナーでも 3.5 と、こういったパワーでゴリ押しするわけではない投手にしては結構歩かせますので、これもまた彼のリリーフでの活用を阻んできた部分はあるかと思っています。2012年から2015年までの MLB でのピッチングを見る限り、リトキーじゃなきゃダメだという彼ならではの強みが残念ながらあまり見えてこない、発揮できていなかったことが MLB で生き残ることができなかった理由としてはありそうかなと思っています。ただこの春のリットキーが見せているピッチングはどうもこれまでの彼とはちょっと違うようなんですね。ここまで奪った13個の三振のうち、実に9個は右打者から奪っていまして、右打者を抑えることもできる点をここまでアピールできていますし、また三振の半分以上スライダーで奪うなど、変化球のキレもこれまでとはどうも異なるようなんですね。この背景には彼の球種のスピン量の増加が影響しているようでして、スプリングトレーニングでの詳細なデータについてはベースボールサバントに掲載されていませんので、実際の数値がどうなっているかまでは確認できないんですが、ヤンキースのブーン監督はリットキーの変化球について、非常に良い変化球で空振りを奪えるボールだ、スピン量もそれを裏付けていると絶賛する旨のコメントをしていたようですので、かつて MLB でプレーしていた頃と同じ選手とは考えない方が良いかもしれません。確かに今の彼の活躍を聞いて、久々に元に何年ぶりかわからないぐらい久々にリットキーの投球見ましたが、変化球のキレなどが昔見た彼と比較して、あれこんなに鋭く変化するようなボール投げてたっけと思ったりもしましたし、なるほどこういった背景があったのかとも思いましたね。彼のスピン量の増加はトミージョン手術明けの2019年のマイナー時代から確認できるようで、ヤンキースはこの2019年のデータや、それから昨年のアスレチックスの代替地キャンプでのデータを踏まえまして彼との契約に踏み切ったようですね。そして今のところはチームの思惑通りと言いますか、非常に好印象を残すことができているかと思います。あとは実際に開幕ロースターに入って、そしてこの活躍を続けることができるかというところになりそうです。この一つ前の動画でもご紹介しましたが、必ずしもスプリングトレーニングでの成績の良さがそのままシーズンに入っても続くわけではないことは過去の事例からも明らかですし、皆さんもよく知っているところかと思います。ただリットキーの場合は全球種がおそらく MLB の平均以上であろうスピン量という強力な武器が味方にいますので、さすがにこのペースで三振を奪い続けることは難しくとも、イニング数以上、奪三振率にして10前後ぐらいをシーズン入っても維持できるようでしたら結構面白い存在になりそうですし、ブリットンという絶対的なセットアッパーを失ったチームの救世主になれたらとんでもないシンデレラストーリーとなりそうですよね。まだまだ春先なので油断はできない時期だとは思いますが、かつてマリナーズで活躍した選手でもありますので、個人的には密かに今年の活躍に期待したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。